わざが裁判されようが、うんうん、ね、後ろから刺されようが言いたいことは言う。今の状態ってこれただのなんかあのセックスしたいだけの兄ちゃんになってますよね。まあ、実際そうやろ。いや、そう。そういう一面もあるというね。まあ、でもなんか男なんでみんなそうなんちゃいます、うん、だからそういう風にしてまとめるなって言ってんだよ。マジで殴るぞ、お前。はい。ごめんなさい。ちょっと待って、なんか。いや、でもそこで言うと、でも。俺は違うから。いや、違う。俺は違うから。はい、なんでそこで男見て、男なんて誰でもそうなんちゃいますってまとめんのよ。思んないから、はっきり言ってそんなこと。はい。いやでも全然思んない。あ、わかりました。じゃあ、それについては、申し訳ございませんっていう。私はそうだって、俺はそうだって言えよ。あ、わかりました。私はそうだ。春日井の件もな、な、大橋が言ったのは、N 国は適当だからって言ったから春日井怒ったんだよ。大橋がな、僕は適当だからって言ったら多分春日井怒んないよ。なんでお前が男を代表すんだよ。あ、それはごめんなさい。うん、まあ。ほんまに怒んぞ、マジで。はい。ふざけんな、こら。はい。大変申し訳ございません。何にも思んないから、はい、テレビの業界行け、はっきり言うとこんなとこおらんと、はい、全く何も思んない、はい、なんでお前が男代表してもの言うねん。ごめんなさい、代表してつもりはない。男なんてな、どんそんなもんちゃいますって、なんなんそれ。うん、だからそれは男ってなんだろうな、あ、まあ一応そういう勢力がのあったりとか、お前がそうなんだ。まあ、僕です。僕すいません、おっしゃる、そうです。じゃあそれは訂正します。そこは訂正します。そこは訂正します。もう それ以上はそうですね、以上ないですね。はい、あの、お許しいただけますか。許すも許さんも別に、いずれにせよ申し訳ございませんっていうことだけは。謝る必要ないから、別に視聴者に。それはここで喋ってるのを単に生配信してるだけなんだから、はいはいはい、こっちに向かって謝る必要もない。だからその発想がテレビ的だって言ってんだよ。俺でもそうなんですか。だと思うけど、うん、そうなんですね。テレビ的ってどういうことなんですか。面白くないものを、はい、面白く見せて受け狙いに行ってるってことだよね。だってこんなんはっきり言ってな、はい、物好きしか見に来てないんだから、はい、俺がブチ切れるとか、うん、な、お前がアホなこと言うのも含めて、うん、な、普通に見てるだけなのよ。はい。で、これ例えばこれを NHK でやってますとか、うんうんうん、それは謝らなあかんと思うよ。はいはいはい、はい。民放でやってるとか、うんうん、公共の電波を使って、だから放送法の話とか分かってないからこんな話になるわけよ。公共の電波使ってないんだから、別に謝る必要ないんだよ。で、それがテレビ的だってことだよ。テレビに出てるのと、うん、はい、YouTube で喋ってるのの区別がついてないってことよ、お前は。多分分からへんね、それ言われてもな。あ、いやいや、なんとか分かるんですけど、まあ。なんとなくしか分からへんだから。昨日だけの経緯から言うと、7時ぐらいに来るって言ってて、で、7時半から、僕の高校と大学が同じっていう、広之助と大体同じぐらいの年の、だ30代の終わりぐらいかな。僕より10個ぐらい下の、高校の後輩プラス大学も、まあ僕は法学部ですけど早稲田の、整形の子がいるっていうので、で広之助がなんかまあ、だいぶ前から紹介したいって言ってたんで、ズーム飲み会しましょうよって言ってたから、全然いいよって言ってたら、まさかの配信をしないっていう設定で、7時に来るって言ったけど来たのが7時26分ぐらいで、で多分そういうのね、結構イライラが溜まってたと思うんですけど、あれ去年の秋かな、秋から冬ぐらいにかけて一回広之助と王子の駅で飲んだことがあって、その時に、まあ、僕からしたらその会いたいって言ってるので、まあ、N 国支援者だろうという想定で、まあ、飲んだ時に、まあ、基本的に僕は受け身なので、どういうことに興味があってどういう話をしたいのかっていうのを結構聞くんですよね。彼のまあ、人となりとかを知るためにどんな感じの仕事をしているのかとか、まあ、出身地とかいろいろ聞いてたんですけども、まあ、その時にまあ結構個人的なプライベートな話をしてですね、まあ、よくわかんないけど、まあまあ金で済むんであればまあいいんじゃないのみたいなね、話をしたんですよね。でそっからはその話はずっと出てなくて、まあ選挙のたびにちょろっと喋るみたいな感じだったんですけど、まあ、昨日は昨日で
そういうなんか、まあ、三国ヶ丘高校って言うんですよ、僕の高校は。で、三国ヶ丘高校出て、その早稲田の政経に行ってる、人がいるので、まあ、紹介したいからっていうことで、まあ、彼は別に、その相手の人は、まあ、名前は、S さんってしときますけど、その S さんは別に僕のことを知ってるわけでもなければ、N 国も名前ぐらいしか聞いたことなくて、まあ、なんかとりあえずよくわかんないけど、飲み会に、ズーム飲み会に誘われたみたいな。で、その中でまたそのこの初めて飲んだ時に聞いた話、まあ、僕からしたら、まあ、あんまり気持ちがいい話じゃないので、楽しい話でもないので、まあでもそのそういう話をするっていうこと自体巻いてるんだろうなって。まあ僕が大体聞く話っていうのは、まあ、他の人には誰にも喋ったことがない話なんですみたいな結構話が結構多いので、まあ、利害関係も特にないので、まあ、話をしてるんだろうなっていう感じで思ってたんですよね。で、それをまあちょっとプライバシーに関わるので、さっきもね、とりあえずこれとこれだけ言わないでくださいっていうふうに広之助に言われたので、まあそれに触れない範囲で言うと、まあ男だったらみんなそうでしょっていうことを言われた時に、多分ほぼ反射的に、まあ、一緒にすんなみたいな気持ちでポンってやったっていう。で、本当に自分でも動画見直しましたけど、ほんまに怒ってましたね。それは簡単に言うと、彼が自分の問題にちゃんと真正面から向き合ってないっていうことだけならともかくね、それ僕に精神的に依存をしているということを無自覚なまま、僕をその、まあ、ある意味共犯者に仕立て上げるみたいなね。で、その共犯者に仕立て上げる時の共犯の、大体そういうことをするような人って僕本当大嫌いな人たちと一緒にされそうになったので、まあ切れたというのが大体の、まあ、真相ですね。まあなんでこんなに起こったかっていうのは、まあ要するに自分が賛同できない、超簡単に言うと、男だったらちょっと酒に酔って女が寄ってきたらどんな穴でも入れたがるのが普通じゃないですかっていうふうなことについて、僕は賛同できないわけですよ。なんていうんかな、こうかぶせてくるというか、まあ共犯に仕立て上げるというか、尾崎さんもそうですよねみたいなふうに聞こえたので、俺は違うと言って怒ったっていうのが、まあ全てですね。本当に殺したい人がいれば殺します、これ冗談抜きで。で、それは別にそれでバレたら当然死刑になるとか無期懲役になるっていうのを分かった上で、それでもやっぱり殺したい人の場合は殺します。だからそういう意味で言うと、今ね、法と道徳の話になってますけど、道徳的にね、人を殺すのが良くないというのはまあそうでしょうけども、私はそういう意味で言うと法実証主義者なので、気に入らない人は殺しますよ。で、まあ、それが、起訴されて有罪になって、刑務所に入らないとダメだったら刑務所入りますし、まあ、死刑になるんであれば死刑になりますと。で、まあ、だから逆に言うと、無期懲役とか死刑になってでも殺したい、こいつは殺したいと思う人があれば、まあ、殺しますっていうことですね。それで言うと、まあ、暴力も同じで、昨日は本当にムカついなんで切れて叩きましたけど、まあ、それについてはだから広之助がね、それでね、警察にね言ってね、まあ、告訴して有罪にして、まあ、私を刑務所に放り込むんであれば、別に実際叩いたのは事実なのでね、いくらでも入ると、まあ、そういうふうなスタンスですってことですね。